はい、じゃあ21番の絶対です。21番ね、はい、ありがとうございます、はい、リフト券です。え、なに、今年リフト券付きなんですか。はい、リフト券付きです。うわ、すっごい小田寮線素晴らしいですね。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。若手の皆さん頑張ってくださいよ。切れない。切れないのか。おはようございます。本日2020年1月の4日、今日小樽予選、全日本に勝ち上がるまでにいろんなこう地区の大会、あとは都道府県の大会勝ち上がって、全日本に上がるという、ルールになってるんですけど、まず一発目の小樽予選、こちらの方ですね、ナショナルデモンストレーター3人、去年のスーパーファイナリストが何人かな、5人いるというすごい、多分全国でも一番激戦区の、地区予選と、頑張っていきますのでチェックしてみてください。よろしく。まず1種目目、フリー。コース状況ね、そんなにもう悪くはないように見えるんですけど、相当波打ってるように見えますね。まあ、あの画面上ではちょっと白くてわからないかもしれないですけど、どうやって攻めようかな。まずはね、ロングターンかな、一定のギルランで一定のミドルでフィニッシュ。はい、行きます。あ、いいね、いいね、いいね。ハロー、ハロー。あ、頑張りましょう、皆さん頑張りましょう。はーい、あざっす、あざっす、頑張ります。いた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 。おいおいおい、お、え、え、どっちどっちどっち、こっちこっちメイン、こっちこっち。あけましておめでとうございます。やってるかい。やってますよ。ちょっと来るの遅いんじゃないですか。編集で、あ、編集でね、なんとかなります、ね。だからコブです。あ、コブ、次次コブ。ガワスの素晴らしいコブがこの GoPro の画角で捉えられるかっていうね。後ろからついてくる。後ろからね、あいつ誰だっつって。ありがとうございます。ですね、今日は眩しいんでゴーグルつけます。小樽スキー連盟の予選会、こうメンバーがまあえぐいっすよね。まず武田龍いますよね、去年のチャンピオン。須川直樹、片岡孝也、それから鈴木大地、おお、斎藤仁、やばくないですかこのメンバー。あれ、あ、そんなもん、まあ、そんなもんですね。この5名の戦いになってるということなんでね、まあ、ちょっとどんな滑りが見られるのかね、楽しみですけどね。おい、あ、何、いや、さっき数えたんだわね、龍、大地、高谷、ひとしさん、直樹、直樹、あと一人誰か足りないと思ってたんだわ。おい、おい。一番肝心なところ忘れちゃいかんよ。桃ちゃん忘れてたわ、すっかり。朝か、なまら緊張してるから今。一種目目なんてどうしようかなと思って。1種目目、いやみんなに見せたかった。インスペクションしてるところから撮ったのさ。おお、まあこんな感じでいこうかなって LINE をね、つぶやきながら。 LINE 通り行けなかった。全然行けなかった。中間で小回り入れる予定が、足もつれて。あのね、エッジが外れないの。外せない。あの廊下とともにね、伝達が遅くなってるんだ。だいぶね、イメージと変わってくるんだ。このぐらい速い動きでいけるだろうって思ってるんだけど、イメージはね。実際のところエッジ外れねえわ。コブ注目だね、じゃあ。頑張ってくださいよ。うん、見ててくださいよ。グリーンの小回り不整地やってまいりました。急だねこれ、いつ来てもどう攻めるっすか。行ってみてから考える感じじゃ、いつも。本当ですか。うん、直樹はガンガン行くのかい。いや、もう大人の滑りを。
変わってきたんだよ。そうなんですよ、もう30手前なんで。意外と分かってない。なったんじゃない？なってないっすね。まだ20代っす。あ、そう。まだ言ってる、まだ。まだ20代なの。ギリ20代っす。潰れないわ、ここは。ゼッケンつけないと。今すぐ上がってきて持ってきてる。いや、いいです。遠慮しておきます。集中してるかと思いきや。LINE してます、LINE。LINE してるっすよ。それがここに。下か横かで見てるから横か。さあ、順調いきます。めっちゃゆっくり来たな、やつ。お、途中から詰めてきた、詰めてきた。おいおい、こぶないとかする。まだ疲れてるわ、あいつ。おっ、93出てる。生意気だね、あいつは。おい、おばあ。お、来た。よくエッチングあそこで強いの入れれたな。俺だったらあのまま吸い込まれていくよ。なおくんの三指導が運勢はそこそこ高くて、おい、よかったか。待った待った、おまり見たかい。だいぶベテランチックに滑ってた。今日ラスト種目、小回り一発目のこの大会って毎年そうなんですけど、同大会とか全日本とかよりもなぜかこう緊張感が少し走るこの大会なんですよね、小樽予選って。まああのラスト種目、これから小回り行ってきますけど、思い切って楽しんで、ラスト種目締めくくりたいなと。Younger, we used to sit on the grass. Among the flowers. 日本の中で多分一番最初の優先の予選かと思われますけど、まあ激戦区ですよね。ね、でしたよね。はい、雪不足の中と言われてましたけど、きっちり4種目、はい、終わることができました。予選を。1位で勝ち抜いた菅原直樹くん、おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、2年連続やられた。いや、2年連続ですよ。なんとか逃げ切りました。いや、本当はね、小樽予選もう一人ライバルいたんですよ。なんとインフルエンザで欠場ということでね。うまく逃げましたね。いやー、うまいことやってるな。逃げたな。で、女子の部の1位、へくら森風花選手、おめでとうございます。あの、僕もちょっとかけながら、あの、応援してる身なんで、ちょっとだけここ、この場でアピールさせてください。ちょっと、あの、応援してますんで、頑張ってね。今回の小樽予選が終わって、2月の1、2日ですね、全日本の切符をかけた北海道大会が行われるということで、小樽で1位となってね、勝ち抜いた2人は、もう、同大会でも一番ぐらい、あのコース状況ちょっと、まあ、良くない時もありましたけど、見事優勝を勝ち取ったお二人に
本当今日おめでとうございます。よっしゃ。また同大会でよろしくお願いします。やりましょう。また、はい、お世話になります。やっぱり技術戦は楽しいですね。はい。うん、また同大会でも活躍期待してますんで、はい、はい、よろしくお願いします。頑張ってください。よっしゃ、ありがとうございました。今年何位狙いですか？もちろん5位でしょ。こう見えても5位を死守してますから。金閣寺だけで今年取ったら9年連続。すごい。白金が1回5位になって、その前が村金が何回やっけな、7回、6回か7回やってる。もう風花生まれるぐらいの、生まれてちょっとぐらいから俺ら5位死守して。